台湾が初めて自国で建造した潜水艦の一番艦開墾がついに動き出したみたい。ついに念願の一番艦ってわけだな。今回は台湾初の自国建造潜水艦開墾について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。開墾とは古代中国創造上の巨大魚の名で、台湾で初となる国産潜水艦で、その一番艦が台湾南部高雄の造船所で9月28日進水式を迎えたよ。この建造計画は蔡英文総統が熱心に進めたもので、蔡氏は進水式で念願叶ったということか、艦無用の様子だったみたい。開墾潜水艦が近年台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われるのは言うまでもないよね。台湾の潜水艦を中国は身の程知らずと非難したよな。しかし非難せずにはいられなかったということは、中国にとってかなりの深刻事態であるから、過剰に反応したのだろうと見られているぜ。通常動力型潜水艦開墾は、通常型としては大きい艦隊でその名にふさわしいと言えるが、と入っても、同タイプの海自最新型潜水艦大芸型よりは、小さいらしい。開墾の特徴としては、高性能リチウムイオン電池を採用しているので、太平型と同様、2週間ほどの連続潜航が可能と見られること、アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用していること、射程約 50km の高性能長距離誘導魚雷を装備していることと思われるね。アメリカの最先端技術が使われているから、太平型よりも高性能では?と考える防衛軍事関係者も多いみたい。台湾は潜水艦を自前で作ったんだけど、建造のノウハウは持っていないんだ。ではどうやって作ったのかってわけだけど、これにアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道があったよ。要は民主主義勢力連合というわけだな。日本にも参加要請があったらしいと噂されているけど、対中関係などを考えて、軍事的協力は断ったが、民生レベルの技術協力という名目で応援しているらしいと囁かれているみたい。自分で作れなければ外国から輸入すれば?という声もあるみたいだけど、台湾は国際的にも非常に微妙な存在だから、完成品の潜水艦を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないと思われるよ。世界の多くの国は中国との国交を選んだから、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交していて、日本もそんな国の一つだね。だから台湾へ武器を輸出したら一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発。巨大市場を武器に、貿易制限中止という報復に出るのがいつものやり口だぜ。具体例だが、オランダ潜水艦を売却とフランス1980年代に軍艦やミラージュ戦闘機を販売が、中国の経済制裁でダメージを受けていて、唯一の例外はアメリカだな。台湾の安全保障を謳う国内法台湾関係法を理由に、中国の反対を無視して台湾に武器輸出を続けているわけで、正面からの対決は避けるが、全面的に認めるというわけではないというアメリカのある意味柔軟な上手な方針と言えるわけだ。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じだよね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になったことは中国にとって大きな衝撃だったことは間違いないだろうね。もし台湾が外国から輸入しようしたら、相手国を経済制裁で脅し、中止に追い込めたかもしれないけど、今回はその手は効かないってわけ。台湾は好きな時に好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったから。台湾はロシア・ウクライナ戦争を見て、潜水艦のような重要な兵器はできるだけ自前で確保すべきと痛感したんだろうな。自国で潜水艦を建造した台湾には次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦か?という気の早い話題も飛び出しているぜ。スタンドオフミサイル最大のメリットは敵の射程外から相手を狙える距離の長さだね。中国が着上陸作戦に出るとしたら、当然ながらミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー防空設備、軍港などとなっているよ。このため台湾は反撃能力の確保にも熱心で、
中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル射程約 600km の量産を開始し、また射程 1200km の改良型も開発中みたい。中国本土の標的は、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市とみられ、ミサイルは中国側から攻撃しにくい台湾島南北の険しい山脈の向こう側に配備し、相手を攻撃する狙いと推測されるよ。領地点は十分射程内だけど、巡航ミサイルは撃墜回避のためジグザグ飛行をするから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離になるはずなんだ。これは軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルだから、狙い撃ちがされにくい一方、工作員の破壊行動などに遭う危険性があるってわけ。だから、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載して中国への反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもあるぜ。しかも10発以上の搭載を目指しているという説、さらに射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積むという説、公海まで進出して首都北京を伺うことも可能だという説さえあるらしい。こういった潜水艦の存在自体が中国への強力な抑止力になることは間違いなく、万が一北京を攻撃されたら、共産党指導部の権威が失墜するのは間違いないな。ある人が想定した台湾有事発生の場合のシナリオを以下に紹介していくね。台湾潜水艦は中国指導部を戦意喪失させるため、中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指し、激しい攻撃を仕掛けてくるだろう。以前なら台湾有事が起きても中国との全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、老朽潜水艦が4隻しかない台湾では全く勝負にならないと考えられていた。しかし今や状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が自衛権に基づく反撃と主張して、複数の海困窮潜水艦で出撃すれば、対潜戦能力で劣る中国海軍は行動を制限されてしまう。最悪の場合、太平洋側への展開は愚か、軍港から艦艇が出ることすら不可能になるかもしれないのだ。そして万が一にも、台湾によって大切な空母が撃沈されたら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に権力の座から引きずり下ろされる公算が高い。そして当然侵攻作戦も中止する羽目に陥るだろう。台湾有事となれば日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が水面下でこっそりと台湾に加勢すると思われる。台湾の潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻めば、台湾東部の太平洋地域で、中国が制空権を握るのはほぼ絶望的になる。となればこの海域に進出した中国潜水艦が、西側の潜水艦や、対潜哨戒機に発見され、撃沈される可能性が非常に高い。潜水艦は言うまでもなく火中の火だから、仮に潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても西側が撃沈したと中国が公言できるはずはない。自分の弱さを認めるようなものだし、ごまかそうとしても海中の出来事なので証拠もでっち上げにくい。どうしようもなくなってしまう。こうなると台湾を海上封鎖し、兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまう以上が想定されるシナリオなんだって。台湾の潜水艦建造に関しては、機密が中国側に漏洩したとリークされたり、2027年までに5隻以上を建造して中国の脅威に備える予定らしいという話がヨーロッパあたりの防衛関連業界から漏れてきたと言われるし、情報戦でも駆け引きが激しくなっているようだね。一つ言えることは、中国集大成が台湾武力統一へ執着しすぎたせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものだから、ネタコを起こして、ヤブをついて蛇を出したようなものなのかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。防衛省がイージスシステム搭載艦のガズタービンエンジン選定でロールスロイス社の MT30 エンジンを2機搭載するという情報をキャッチしたよ。今回のイージスシステム搭載は空前のデカさに変わるらしい。トマホークも搭載するようだが、これにヤマトの称号がつくのか気になるところだな。
今回は、イージスシステム搭載艦の心臓部にロールスロイス社 MT30 ガスタービンが採用される件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今後の日本の弾道ミサイル防衛 BMD を支える新戦力として、防衛省ではこの2024年度の防衛予算の中にそれを担うイージスシステム搭載艦2隻の新規建造費用を盛り込んでおり、この2隻の総額は3731億円が予定されているね。この艦艇のイージスシステム搭載艦という呼称は、現行の海上自衛隊が配備を行っている8隻のイージス護衛艦と名称上で区別するために用いられているもので、少しわかりにくい気もするが後者と別と示す意図があるんだ。ただしイージスシステム搭載艦は当初より日本の弾道ミサイル防衛 BMD を担当する艦艇として企画されたのかといえばそうとも言えず、2017年末の時点では陸上配備型のイージスアショア2セット分、アメリカから調達することが決まっていたぜ。このイージスアショアは翌2018年には1セットずつを北東は秋田県、南西は山口県の陸上自衛隊の演習地に配備展開することで、日本の国土全体への弾道ミサイル防衛 BMD を担当することが起訴され、それに伴う地域への説明会なども行われていたらしい。しかし2年後の2020年6月、当時の河野防衛省はイージスアショアが弾道ミサイルの迎撃用に用いる、リム-161スタンダードミサイル3通称 SM-3 を予定地の陸上自衛隊の演習地から発射した場合、近隣の地上に損害が生じる恐れから中止を発表したわけだ。これはイージスアショアが使用するリム-161スタンダードミサイル3通称 SM-3 を発射した場合、空中で不要となるブースター部分を切り離す型式となっているが、ここで切り離すブースター部の落下位置を制御できないとの理由からだったな。日本が時間と費用をかけてイージスアショアのプログラムソフトに改修を施すことが可能であれば、こうしたブースターの落下位置を制御する対策も講じることはできたかもしれないけど、弾道ミサイル防衛 BMD の体制整備は喫緊の課題となっていたね。そのため、日本政府ではイージスアショアの導入をきっぱりと諦め、その代替手段を2020年末までに同兵器のミサイルシステムを艦艇に搭載して対応することに変更。ここにイージスシステム搭載艦2隻の新造を行うことと相なったよ。イージスシステム搭載艦はその建造の決定後に一時期は、基準排水量でおよそ2万2000トン、全長でおよそ 210.0 メートル、全幅で 40.0 メートルほどの巨艦となる可能性も報じられ、従来のイージス護衛艦のほぼ倍以上の規模の排水量を誇ることも示唆されたね。ちなみに海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型の場合、基準排水量は8200トン、満載排水量は1万250トン、全長は 170.0 メートル、全幅は 21.0 メートルであるため、イージスシステム搭載艦の大きさがいかに尋常ではないかがわかるだろう。ここまで当初のイージスシステム搭載艦の規模が大型化することが想定された理由としては、もともと陸上配備型であったイージスアショアのレーダー等の機材をそのまま搭載するためには、艦隊の大型化が必須との見方もあったわけだ。また陸上配備型のイージスアショアの代替を海上に浮かべる艦艇で行うと仮定した場合には、波の影響で艦隊自体に強い揺れが発生してしまう事態を回避するため、できるだけ艦隊を大型化してその影響を最小化するためとも報じられたぜ。しかし当初の現行のイージス護衛艦に比して大きすぎる艦隊は、やはり実際の艦隊行動などを想定した場合には現実的ではないとの判断が下されたようで、今は基準排水量でおよそ1万2000トン、全長でおよそ 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルの規模に修正されているよ。まあその規模感でも十二分に現行のイージス護衛艦と比べれば基準排水量でも 1.5 倍には相当するため、西側諸国の駆逐艦等の水上戦闘艦の中では、アメリカ海軍のズムボルト級ミサイル駆逐艦に次ぐ規模となることは間違いないだろうな。さてそんな建造の決定から紆余曲折を経てきた艦のあるイージスシステム搭載艦だが、防衛予算上における正式な名称としては令和6年度工型警備艦と記載されており、
この表記は通常の海上自衛隊の護衛艦と同等であると言えるよ。イージスシステム搭載艦の建造については、1番艦を三菱重工業社が担当、2番艦を JMU ジャパンマリンユナイテッド社が担当することとなっており、前者の三菱重工業社による1番艦はこの2024年度に寄港される予定なんだって。イージスシステム搭載艦の2番艦の寄港時期については現時点では未定ではあるものの、最終的な収益の時期は1番艦が2027年中、2番艦が翌2028年中と目されており、寄港からはおよそ3年で実戦配備にまで至る計画となっているよ。この寄港から収益までのスケジュール感も、最新鋭のマヤ型護衛艦とほぼ同様の期間であり、基準排水量でおよそ 1.5 倍にも達する大型艦であること、全くの新造艦であることを考慮すればかなりスピーディーな対応とも感じられるぜ。そんなイージスシステム搭載艦であるが、この2024年5月末にはイギリスの航空機及び船舶用エンジン製造企業として世界的にも著名なロールスロイス社より、同艦の機関部を受注したとの情報が公式に発表されたな。ロールスロイス社の今回の発表によれば、イージスシステム搭載艦の機関部には同社の MT30 ガスタービン機関が1隻に2機実装されると報告されており、この構成は世界的も採用例の多い同機関でも初の事例となるとされているよ。このロールスロイス社の MT30 ガスタービン機関の名称、アルファベットの2文字である MT は、船舶用の機関部であるマリントレントを示す頭文字の略称であり、大元は同社の航空機用のターボファンエンジンであるトレント800を船舶用に改めたものだね。MT30 ガスタービン機関はロールスロイス社の船舶用のガスタービン機関として最新の形式のものであり、日本の海上自衛隊でも最新鋭の護衛艦である最上型でも式として採用されており、こちらは同機を1機とドイツの MAN 社製のディーゼル機関2機を合わせた CODAG 方式となっているんだって。ロールスロイス社の MT30 ガスタービン機関は、本国のイギリスではクイーンエリザベス級航空母艦2隻や、8隻が建造予定26型グラスゴー級フリゲートに採用されているが、最上型だけで12隻の建造が決まっている日本の方がすでに採用隻数は多いな。またそれ以外の国の採用例としてはまずアメリカがあり、フリーダム級沿海域戦闘艦で16隻、ズムボルト級ミサイル駆逐艦で3隻があり、特に前者は MT30 ガスタービン機関が世界で初めて採用された艦艇でもあるぜ。さらにイタリアの強襲揚陸艦トリエステ、韓国のテグ級フリゲート8隻、オーストラリアのハンター級フリゲート3隻あと追加で3隻が建造予定への搭載が MT30 ガスタービン機関は確定しており、今後も増加が見込まれるらしい。MT30 ガスタービン機関は1機で少なくとも4万馬力後半から5万馬力前半の大出力を発揮可能であり、電力としても36メガワットから40メガワットを供給する能力を有しており、これを2機搭載するイージスシステム搭載艦も電力供給には期待ができるだろうね。ただし個人的にはもともと陸上配備型であった弾道ミサイル防衛 BMD のためのイージスアショアの代替を担うはずのイージスシステム搭載艦が、既存のイージス艦よりも強力な水上戦闘艦としても期待されているような動きには若干の違和感を感じすにはいられないな。日本は近年、地域の安全保障環境の変化に対応するため、防衛力の強化を進めていて、日本が向かう防衛力強化、特に弾道ミサイル防衛 BMD 体制の整備に注力しており、2024年度の防衛予算には新たなイージスシステム搭載艦2隻の建造費用として3731億円が計上されたよ。これらの艦艇は、日本の周辺国からのミサイル脅威に対抗するための重要な役割を担っているんだ。イージスシステム搭載艦は、最先端のレーダーとミサイルシステムを備え、日本全土の防衛網を強化することを目的としているな。また、防衛省は、地上配備型イージスアショアの計画を中止し、より柔軟な海上展開が可能な艦艇へと方針を転換したぜ。この変更は、技術的な問題や地元の反対によるもので、海上でのシステムは地上型よりも迅速に展開可能であり、
日本の防衛戦略において新たな次元をもたらすものと考えられているらしい。このように、日本は自国の安全を確保するため、防衛力を一層強化しており、新しいイージスシステム搭載艦の建造はその象徴的な一歩だね。これにより、日本の防衛体制は大きく前進し、国際的な安全保障環境の中での日本の位置づけも強化されることになるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。沖縄県の最東端、沖縄本島の東約 340km の太平洋上にある大東諸島の北大東島沖縄県北大東村に、航空自衛隊航空警戒管制団の移動式警戒3次元レーダーを配備する計画を防衛省が検討していることが明らかとなったね。防衛省では2024年6月27日に北大東村側に正式に計画を説明した上で、7月上旬にも北大東村での住民説明会を開催する方針を固めたことをメディアが報じているらしい。今回はそんな沖縄県の北大東島に航空自衛隊のレーダー新設を防衛省が検討している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。木原稔防衛省は6月25日午前に実施された記者会見において、沖縄県北大東村に航空自衛隊の移動式警戒管制レーダーと運用部隊を配備する必要性についての質問に対して、近年、我が国周辺の海空域でロシアや中国など周辺国が軍事活動を拡大している中、太平洋側の警戒監視体制の強化は喫緊の課題であるとの認識を示し、太平洋側への移動式警戒管制レーダーの配備が重要であるとしたよ。北大東島に配備されるのは、航空自衛隊が1992年から運用している NEC 製の移動式3次元レーダー、JTPS-102 と見られているね。この JTPS-102 にはシリンドリカルアクティブフェイズドアレイアンテナが採用され、監視装置中継装置統制装置によって構成されているんだ。この全方位行革電子操作方式のレーダーによって従来の移動レーダーよりも目標の捕捉及び追尾能力、さらには帯電子対策エレクトロニックカウンターカウンターメジャーズ ECCM 製が大幅に向上しているぜ。また、航空自衛隊の防空式管制システムである、自動警戒管制組織ベースエアーディフェンスグラウンドエンバイロメント BADGE との自動連接が可能であり、悪天候の影響を受けにくい構造になっているとされており、さらには発射する電波には人体への影響がないことが確認されているな。航空自衛隊ではこの JTPS-102 を北海道千歳基地の北部航空警戒管制団第1移動警戒隊、埼玉県入間基地の中部航空警戒管制団第2移動警戒隊、福岡県春日基地の西部航空警戒管制団第3移動警戒隊に配備しているほか、沖縄県内には南西航空警戒管制団として那覇基地に第4移動警戒隊と、与那国島の与那国駐屯地に第53警戒隊与那国分遣班に配備しており、北大東島への配備が実施されれば国内で6カ所目、沖縄県では3カ所目の配備となるらしい。2024年6月時点において大東諸島内に自衛隊施設が存在していないため、沖縄防衛局が北大東島の北東部と南部にある村有地を約8ヘクタールほど取得して、隊舎や火薬庫の整備を検討しているとされ、この移動式警戒管制レーダーの配備に伴って、自衛隊員約30人が常駐する予定とされているよ。北大東島は同じく住民が住む南大東島及び、無人島の沖大東島、西南西小島、南西小島とともに、大東諸島と呼ばれる島諸群を形成し、およそ100万年前から20万年前にサンゴ礁が数回にわたって隆起したことによって形成され、島を形成するサンゴ礁の厚みは数百メートルから数千メートルにも及び、それぞれの島には鍾乳洞による洞窟が点在しており、地質学的に見て中国大陸や日本列島とは一度も繋がったことがなく、そのため多くの固有生物が生育し生息しているが毒蛇のハブは生息しておらず、ザトウクジラの越冬地としても知られているね。北大東島と南大東島の全域は、
国指定大東諸島鳥獣保護区気象鳥獣生息地に指定されていて、その面積は4251ヘクタール、そのうち特別保護地区は234ヘクタールとされ、これは両島が大東オオコウモリや大東のスリなどの固有種固有亜種の生息地となっているほか、コアホウドリやセイタカシギなどの繁殖地にもなっていることが理由なんだ。一番大きい南大東島の面積は約 30.6 キロ平方メートルで人口は約 1.300 人。移動式レーダーが配置される北大東島は約 12.71 キロ平方メートルで人口約600人ほどであることから、30人以上の自衛隊員の常駐は北大東島にとっては過去にない大幅な人口増加と言えるな。日本本土からも沖縄本島からも大きく離れている大東諸島には2013年10月現在、南大東島、北大東島それぞれに県立病院附属診療所と村立の歯科診療所があるものの、診療所では治療が難しい重症患者が発生した場合は沖縄本島に急患輸送を行うことになっているぜ。運よく大東島に定期便を飛ばしている琉球エアーコミューターのフライトスケジュールに間に合えば、琉球エアーコミューター機に常時1席確保してある村長席を利用して搬送することができるが、それ以外の場合においては、沖縄県知事を通じて沖縄本島の陸上自衛隊第15旅団第15ヘリコプター隊那覇飛行場駐屯に、災害派遣要請を行った上で、LR に連絡偵察機もしくは、UH-60JA ヘリコプターが沖縄本島から派遣されて緊急搬送を実施することになるらしい。そのため搬送にはかなりの時間を要していたんだけど、移動警戒隊配備によってヘリコプターが常駐することになれば、それによって緊急搬送の時間を半分以下に短縮することも可能となるとされ、北大東村議会は2021年令和3年12月に自衛隊誘致を求める意見書を全会一致で可決していて、防衛省では地元の理解が得やすいと判断し、その翌年から現地調査を進めて、移動警戒隊の配備に適しているとの判断を下していたよ。近年、この大東諸島がある西太平洋においては、大型正規空母を就役させてこれまでの沿岸海軍、地域海軍から外洋海軍への変身を果たした中国海軍による進出が目覚ましく、2016年に空母遼寧が初めて南西諸島を越えて周辺海域で艦載機乗り発艦訓練などを行って以来、山東などの空母艦隊の進出が相次いでいるみたい。これは東アジア地域に展開しているアメリカ軍に対する中国側の防衛線である、沖縄本島など西南諸島や先島諸島を結ぶ第一列島線の外側において、これまではグアムや横須賀の基地を拠点として進出してくるアメリカ海軍をその内側で迎え撃つ方針であったのが、外洋海軍としての戦力が整いつつあることによって、伊豆諸島と小笠原諸島そしてマリアナ諸島を結ぶ、第二列島線の間の西太平洋で迎撃する方針に転換されたことを意味しているとの見方が出ているんだ。もし西太平洋においてアメリカ海軍と中国海軍の衝突が発生した場合、日本の自衛隊にはこの海域における早期警戒のためのレーダー施設などがなく、情報収集に困難をきたす可能性が高いとされていて、以前から大東諸島の重要性が指摘されていたな。しかし、沖縄県においては玉城デニー知事を担えて在日米軍基地の沖縄県内移設に反対し、在沖縄アメリカ海兵隊の沖縄県外移転を要求しているオール沖縄が、アメリカ軍に対してのみならず、その代わりに国土を防衛するための自衛隊基地の拡張にまで反対運動を展開しているのが現状だぜ。南西諸島ではこれまでその防衛を在日米軍に頼っていたものを、自衛隊の体制を強化することで自力での防衛目指す日本政府の方針が立てられ、中国の軍事的台頭を背景に2010年の防衛計画の大綱において同諸島への部隊配備増強計画が明記され、与那国島の陸上自衛隊駐屯地をはじめとして宮古島や石垣島に、鹿児島県の奄美大島などへミサイル部隊などの新編移中が進められてきたよ。それに対してオール沖縄など左派の基地反対派は、島が武装すれば敵に攻撃されるとの理論を掲げて、米軍基地や自衛隊基地があるから中国が攻めてくるとして、基地の存在が中国の侵略を招くとしているね。しかしながら、
中国の南シナ海における強引な海洋進出を見れば、基地の存在など関係なく、欲しい土地は力ずくで取る国家であることは明らかで、インターネット上などでは、沖縄に基地がなければ確かに沖縄県人の血が流されることはないであろうが、南西諸島は問答無用で中国に占領され編入されるだろうとして、オール沖縄などの愚かな思想を批判する声が多く上がっているぜ。北大東村の鬼塚光笠村長は、誘致意見書を提出した当時の副村長であり、誘致を進めた前村長の路線を引き継ぐ形で就任した経緯があり、地元の理解を得ることに問題はないと見られているけど、沖縄県内の基地反対派がこの閑静な島に殺到し、騒がしく反対運動を展開して住民生活を脅かすようになるのではないかと懸念する声が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。